ニュージーランド人はニュージーランドの国籍を有する人々であり、公務的にはキウイとも呼ばれる。ニュージーランドは多民族社会であり、様々な民族的出自を持つ人々が生活している。もともとは先住民であるマオリだけが住んでいたが、19世紀以降はスコットランド人、イングランド人、アイルランド人を中心に、比較的少数のフランス人、オランダ人、スカンディナビア人、 南スラブ人などを加えた様々な民族性を持ったヨーロッパ系のニュージーランド人たちが人口の面でも優勢になった。2010年8月現在、ニュージーランドにはおよそ437万人が居住しているものと推計されている。近年、ニュージーランドの民族構成は変化を遂げつつあり、新規移民の到着、高い出生率、異人主観結婚の増加などにより、 マオリやアジア系太平洋諸島民や異人種間結婚によって複数の人種的出自を持つ人々の比率がヨーロッパ系だけの血統を引く人々に比べて高い伸びを見せており将来は人口の過半を占めるに至るものと推測されている。1986年の国勢調査以来エスニシティに関する回答が複数回答可能となった。 初回の1986年では2つ以上のエスニック集団を羊とすると回答したのは全国民の4%強だったがその割合は海洋を追うごとに増加し2006年の調査では9.9%となっている2001年の国勢調査の後エスニシティに関する質問のその他の回答欄に祖先の羊にとらわれずニュージーランド人と書くべきという議論が起こった 1986年の調査では、ニュージーランド人や、それに類する回答を記入した人は2万人、あまりだったが、2006年国勢調査では、人口の11%にあたる43万弱の人々が、自分の貴族集団として、ニュージーランド人を選択している。ニュージーランド人の大部分はニュージーランドに住んでいるが、国外に居住している者も、相当の数に上っており、 2001年の推計では、ニュージーランド国外に居住している人々は、ニュージーランド生まれの14%、46万人に、上るとも言われた。そのうち、ニュージーランド生まれの国外居住者の4分の3以上に当たる36万人は、オーストラリアに住んでいた。この他にも、ニュージーランド人の国外コミュニティが形成されている、ところは、イギリス、アメリカ合衆国。 カナダをはじめ英語圏の各地にあるが、他の場所にも少人数のものが存在している。このように、ディアスポラ状態の国外居住者の数は、2010年の時点でも増加傾向にあると報じられ、65万人以上のニュージーランド人は国外におり、そのうち56万6815人は2010年6月の時点でオーストラリアに住んでいると推定されている。 ウィキメディアコモンズにはニュージーランド人に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。